毎度秋吉です。今日の動画はですね、前回このザ・数えチーム TV でも取り上げた吉見町にあります焼き鳥赤木さん、覚えてます？皆さん、あの超うまい豚の頭が食える焼き鳥赤木さん、あの赤木さんがね、あのお店移転したそうなんですよ。まあ、確かにね、あの外から見るとちょっと建物は古かったですからね、中はめちゃくちゃ綺麗なんですけど、そうだからそれもあったのかなとかよくわかんないですけど、移転して新しくなったみたいなんで、今日は確認しに行ってみたいと思います。はい、それでは吉見町の赤木さん、レッツゴー。はい、ということで来てみました吉見町の赤木さん。はい、今日はゲストにあの達也くんと、どうも、スポーツ笠間の優くんが毎度来てくれております。初めてですか？初めてですね、僕は。めちゃくちゃうまいですから、超楽しみですよ、はい、本当に。ゆうくんも初めてですか？今日は何本行こうかなその勢いですかもう体力比べ、はい、はい、じゃあ早速行ってみたいと思います。レッツゴー。それでは乾杯。乾杯乾杯。赤木さんといえばお通しで出てくるこちらのキャベツ、これがまた格別なんです。これね、食べ終わっちゃったら追加注文できるんで、皆さんがっつり頼んじゃってください。はい、出てきました赤木さんちの焼き鳥、こちら豚の頭です。これがめちゃくちゃうまいんですよね。たどり着けました、こちらに。そしてなんといってもこの赤木さんちの赤味噌、これがね、よそと比べても全然違う。赤木さんちのがもう頭何個分飛び抜けてんのってぐらい美味しいんですよ、この赤味噌。皆さん一度は絶対食べてみてください。ではみんなで食べてみたいと思います。はい、じゃあ初めて来てゆうくん、いっちゃってください。いいっすか？いいっすか？じゃあやってください。2号機いきます。2号機赤味噌たっぷりつけてね。あ、どれぐらいたっぷり？もうたっぷりたっぷり、もうたっぷりたっぷりたっぷり。いただきます。どうっすか？間違いない。間違いない。追加何本これ？追加何本いっちゃいますか？いっちゃいますじゃあ続いて、お、うまそう。達也くん、いっちゃってください。達也くん、初赤木の焼き鳥、どうすか？赤味噌がすごいですよね。ガンガンつけちゃって、これね、辛いとかじゃないですからね、見てる人。見た目超辛そうですけどね、真っ赤で。全然そうじゃないですよ、もう旨味のつけましたんで、いきますよ。はい、それはまさかの赤木版セルフスローモーション。久しぶりA チーム版ならわかる。あ、どうすかこれマジうまいですよ。どう？ちょっと衝撃っすね。でしょ。いや、もう本当40-50本いっちゃいます。40-50本いっちゃうぐらいの重さ。いや、マジうまいです、これ。赤木さん、店舗は新しくなっても味は変わらない、むしろうまくなってる。ガンガン食べていっちゃいたいと思います。最高っすね。はい、ということで赤木さんリニューアルしたこちらの綺麗な店舗ご覧ください。もう綺麗な、これ裏部屋なんですけど今めちゃくちゃ美味しい焼き鳥、どうでした？ゆうくん、あと20本。あと結構食べたけど、あと20本。はい、いける。うまいっしょ。うまい、やばいっしょ。ここもう頭うまいから、皆さん本当ね、ゆうくん、もう目力でどうにかしようとする。達也くん、どうでした初めての赤木さん？マジでうまいっすよ、これ。やばいっしょ。いや、これ本当にね、20本いけます。本当にいけるっしょ。これからでもいけます。いけるでしょ。で、そう、味噌もうまいし、塩だけでも全然うまいっす。あ、そうそう、赤味噌じゃなくて塩でいっても美味しいっていうね。超美味しいっすね。はい、ぜひ来てください。はい、赤木さん新店舗になりましたけど、あのマスターさっき言ってましたけど、6時には大体なくなるってことなんでね、一応営業7時までってことなんで、はい、皆さんも来てみてください。吉見町にあります赤木さん、今週もご視聴ありがとうございました。来週もザ・数えチーム TV バッチリやりますんで見てください。今日は達也くんとゆうくんありがとうございました。はい、はい、来週もよろしくお願いします。 Thank you。今後も僕の周りの楽しい人や楽しいことを紹介していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひ。